千葉妙見流に限らず、ほとんどの古流は体術も収めるからね。とはいえ、この手応えでは内身とあばらに日々程度だろう。でも、やっぱり糸を抜かなかったの。彼らはただの人だからだよ。いや、やがて返上することがあるにしても、今はただの人間だ。何者かに傀儡とされているらしい。傀儡？操り人形？そのクリートさえ立ってしまえば、彼らは動きを止めるだろうが、その逆もまたしかり。切れなければ。痛みも苦しみも感じずに、物理的に動けなくなるまで襲いかかってくる。心配しないでいい。糸は鬼を切るために振るう太刀。私にはクリートが見えている。不用意なことだな。傀儡師の情動はその存在を蹴取られることなく、こちらの手の届かぬ遠くから糸を操ることだろうに。そのようにあからさまに正体を現していては、傀儡と己の糸を断ち、トカゲの尻尾切りというわけにはいかないだろう。桃戸瀬を経た古き器物は桃玉を得てつくも神になるという。だがお前は長き命を望んだ挙句、畜とは無縁な器物を器と選んだ鬼だ。望みと見影だったか。鏡合わせの姿を持つ双子の鬼よ、喉元過ぎた暑さを忘れて私を侮っているのか。侮ってくれるというのなら、それはそれでありがたい。慈しみ同様の依り代があるのならば、奥義を使うまでもなく対処できる。別にあなたを侮ってのことではないのよ。それならこんなに大勢の傀儡を連れてきたりはしないもの。するだけの理由があってのこと。刑の血をもらうには結界が邪魔でしょ。とはいえ傀儡だけでは心もとない。だからこうすることにしたのよ。慈しみを持たぬ者を阻む結界ならば、越えた後に形になればいいだけのこと。
なたたちに外に出られたら、また両月の中に戻るか、呪符を剥がすかしないといけなくなるのね。御影、傀儡に呪符を剥がさせて。そうよ、そうすれば両月を持ってこさせる必要なんてなかったのに。ですが姉様、そこまで考えが至らないなんて、やっぱりあなたは不出来な子ね。姉様、呪符はこのままで。この結界の中ならば柱の継ぎ手も。あら、そうね。私たちの出入りできない結界の中にあの女が現れられるはずないものね。外に逃げられないようにここも傀儡で固めます。では姉様。ええ、始めましょう。ケイさん、私の後ろに。これならどうかしら。Thank you.
したの、鬼切り役。手足か首を切り飛ばせば首骨の動きは止まるのに、あなたの手にある覇王の太刀は鬼どころか人すら切れない生蔵なのかしら。あの鏡さえ破壊できれば。見かけ、この魂の気配はまさか。はい、姉様。これは、主様の依り代です。主だと？いや、また会うことになったね。お前は…ケイ君…なんで…僕は、その鏡の行方を追って、ここに来たんだ。主様が私を追って。その鏡を破壊するために。クムツよ、邪魔。クグズぐらいはさっさと片付けておいてほしかったよ。おかげで出鼻がくじかれた。出鼻がくじかれたって。
いくら酒税に立たされているからって船場のおにぎり役がこんな相手に苦戦しているようじゃアキラさんに顔向けできないよ。さすがに手足を切り飛ばすわけにはいかないけどね。肩の関節を外すぐらいなら正当防衛なんだしいいだろ。主様、おたわむれが過ぎるのではなくて。残念ながら僕は君たちの主じゃない。むしろこちらの鬼切り役の側に立っているものだ。鬼なのに。鬼でもさ。それにしても僕が鏡の所在を掴んだその晩に郷土資料館から盗まれるなんてね。主様が迎えに来てくださらないからですわ。一部なりとも魂を解放して差し上げてから長い時間が過ぎたのに。鬼切りの手にかかったその時から長い時間が経っているのに。目覚めた時には針の箱の中、途方に暮れていたところ、私たちを熱心に訪ねてくる殿方がおりましたの。あまりにも足しげく通ってくださるものだから、エニシの糸をクリートにして連れ出してもらいましたのよ。それから次の傀儡を見つけたところでご馳走していただきました。三重の地ほどではありませんでしたけど、久方ぶりの血でしたから、乾いた時の一滴は何にも勝るとお分かりでしょう。分かりたくはないね。僕は一日早くこの地に来て、何日か前にその鏡を叩き割っておくべきだった。あら、主様は怖いことをおっしゃるのね。言っただろう、僕は君たちの主じゃない。ではあなたは誰？あなたの名前は？